じゃあやっていくかんない？ヨーグルトを作るかんない？これ、毎週作ってんだ。で、これが尿酸値を抑える飲むヨーグルト。これ何でもいいと思うんだ。みんなの好きなやつで。で、こっちが牛乳ね。牛乳。くるくる回してるけど。で、ここに書いてあるんだけど、牛乳じゃねえとわかんねえから。ここ注意ない？牛乳買うとき間違わねえでな。で、まず、道具を、熱湯消毒するから。これ、熱湯ね。で、これジャーってやって、熱湯消毒するんだけど、味いいから気ぃつけてな。ヨーグルトは気に弱いから、この辺しっかりしてんだよな。わかんねえよ。で、まず、牛乳を電子レンジで600度。あ、600ワットか。600度じゃないや。600ワットで4分温めっから。ちょっと温めた方がいいんだよ、これ。これもね、時間って結構みんなあっと思うから、その時また教えてけろな。はい、間もなくチンだから。チンチンチンってなったない。で、温めた牛乳、蓋開けて、少し減らすんだ。これ飲むヨーグルトの量ぐらい減らしてもらってかまねえから。で、これ、牛乳もったいねべした?だから、飲むんだ。健康にいいからね、これもね。はい、いただきますと。美味しかったない。で、この中に飲むヨーグルトね。これをドバドバーって入れんねや。端から気づけてな。だな、ゆっくりゆっくり入れんな、これ。で、さっき熱湯を消毒したこの道具で、これ、結構かき混ぜんだ。あ、美味しくなれ、美味しくなれってかき混ぜんの、これ。結構ね、ここポイントだから、ゆっくりね、ゆっくりかき混ぜんだよ、これ。ぐちゃぐちゃかき混ぜるとビジャビジャになるから、これ。大変なことになるから、ゆっくりゆっくり。ほら、出ねえな。あ、出た。うい、出た。で、これクリップでこのくじを止めんなやんだ。きっちり止めてね、これね。しっかり止めたということになっと、そんでヨーグルトメーカーにこれ入れんだ。これアイリス大山さんのこれコーヒーメーカーじゃなかった、ヨーグルトメーカーなんだけどここに入れんだ。そーっとこれも入れるからね。入れたと。で、蓋閉めると。で、俺の場合はね、42度で、12時間。この設定にしてっから、いつも。これで、プレーンヨーグルトっつうの。これできっから。ね。で、スタート。あ、いきなり、もう12時間経っちまったけど、経ったんだ。できたんだ、これ。エンドって書いてあるからね。で、これ、スター上げると。はい、できました。はい、できたね。ちっとまだね、あったかいんだよ、これ。で、クリップ取って、くじ上げてみるからね。どんなもんだかーなんて見てみっぺない。これ、ちょっと硬くなってから、これ。うまそうだな、これね。で、出来上がったばっかりって、まだ粗熱あんのよ。ちっとまだあったかいのやな。だから、ちょっと粗熱とんのに、そのままにして、おくと、まだ、温度下がるんだけど、そのままでもダメなんだ。そうがない。指いいから。ね。味ない。で、粗熱とったら、冷蔵庫でちょっと冷やすんだ。ほら、映ってっから、俺。ね。ちょっと、あんまり冷蔵庫なんか見らんにから、こう、そーっと。すぐに閉めよ。はい。閉めましたと。バイバイなんかいいからな。5、6時間冷やすと、冷えっから。そしたら、この容器度が、今度まだ熱湯消毒するんだ。これ、やっぱりヨーグルトって、木に弱えから、しっかりこの辺やっていかないとわかんねえよ。これ、あっちがね、あっちからみんな気づきでね、これやっときね。この容器は月曜日から、土曜日までな、食べるヨーグルト。分けるやつな。で、出てきたこれ、ヨーグルト。冷えたやつな。うん。うまそうだべ、これ。あ、うまそうだ、これね。うん、ピカピカに光ってくる、これ。じゃあ今度は開けてみっかんね。ほら、これ。おお、美味しそうだね、これね。これ美味しそうなんだ、これ。なんだめ、よく映ってくる、これ。で、皿にちょっと持ってみっかんね。こんな状態になんねや、これ。うん。うまそうだな、これね。ちょっと食ってみっかな。ビールで言うと、一番搾りってアップしたこれ一番ヨーグルト。関係ねえからな、な。まあ食ってみっかね。まあこの中にバナナとか入れてもまだ前かもしれんな。いちごとかな。ほら、カメラうなってっから、これ。うまくて。で、この容器にヨーグルトを分けてっから。あら、今回はうまく分けらっちゃうこと。ほらね、いつもビタビタになるんだけど、今日撮影だからちょっと、頑張ったから。みんなもね、ヨーグルト体にいいからちょっと作ってみたら？うん。結構うまいから、やってみたらどうだい？じゃあ今日はもう終わっから。じゃあね、まだみんなね、後からね。いかがだったでしょうか？チャンネル登録、コメント、お願いします。それではまた皆さん、お会いしましょう。